やの調子を気にしているみたい。ああ、プロジェクトポッチャマ中だし、もしかして大変なのかな。イーブイ、ポッチャマの気持ちを分かってあげてるみたい。さすが先輩。数日後、ポッチャマ、イーブイみたいな人気者になりたくて悩んでる？ん？何か思い出した？あれ？ひょっとしてイーブイのキラキラな目を目指したいの？イーブイみたいになるにはまだ練習が必要だね、ポッチャマ。
Bye.